こちらが新しく発表された Windows 8です。スマートフォン人気を意識してかタッチパネル機能が初めてつきました。マイクロソフトが発表した Windows 8はこれまでのマウスやキーボードでの操作ではなく画面に触れて操作する方式に一新されます。こうすることでタブレット型端末にも搭載しやすくなり、マイクロソフトは市場で先行するアップルやグーグルを追撃したい考えです。今年秋にも発売される見通しです。